はい、ないです。これはちょっととどまってしまったというか、崖っぷちに当たってるというか 行き止まりに当たってるというか、なんかそんな感じの難儀です。打開策を誰かくださいと言っても誰もくれないですよね。こういう時はいつもと同じことを繰り返すしかないですね。ってことで、陽水さんのイーストセレーナーでおきます。甘い口づけ、遠い思い出、夢の間に浮かべて泣こうか。忘れたままの恋のささやき、今宵ひととき探してみようか。恋の歌が誘いながら流れてくる、そっと眠りかけたラジオからの寂しい、そして悲しい、いっそ優しいセレナーデ。君のことを思うたびに聞こえてくる、そっと淡い恋が揺れるごとに寂しい、そして悲しい、いっそ優しいセレナーデ。甘い口づけ、遠い思い出、夢の間に浮かべて泣こうか。陽水のイーストセレナーで、最後会えなかったまゆみちゃんにまたフォローしてね。お友達はいつまでも永遠に。 See you. なぎでした。